はいどうも、なおちんです。さあ今日はダダサバイバーをやっていきます。よろしくお願いします。スタートから14日、2週間が経ちました。今の強さがこれぐらいですね。攻撃力が7033の HP が21000ぐらいですね。でイベントなんですけども、まだ一つもクリアできてません。難しい。前回も2つしかクリアできなかったんですけども、今回はもう少し頑張ってみたいと思います。とりあえず一番上からいきましょう。では行きましょう。ここがね、毒と隕石が降ってくる場所になります。で後になると結構敵の攻撃がえぐいんだよね。でね、これあのね、最初のボスが出るまではあまり動かない方が良さそう。動かずその場にいれば隕石はね当たらないんだよね。うん、まあただこの毒とかね、敵の攻撃は当たるんで、ある程度は動かなきゃいけないんだけども、基本あまり動かずにいけるようにね。 OK、 ドローン2つ。で自分の周りに攻撃できるタイプのやつが良さそう。あ、これ火炎瓶絶対いるな。火炎瓶があると毒消せるよね。なので後々絶対役に立つはず。これもいる。あとガーディアンだな。経験値あげよう。いやいいか。あまり動かない方がいいんだけど、動かなければレベルアップがちょっと厳しいので、一応動こうか。あぶね。これ結構隕石ダメージあるね。OK、ボス。でこのボスが出てる間も隕石は飛び続けるんだよな。オッケー。で、ボスはある程度逃げながらね、やればいけるっしょ。よし、オッケー。で、第2ラウンドは雷が来るようになる。はい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 。この毒が鬱陶しいのよ。ここを火炎瓶で無効化できれば嬉しいけども、ちょっと厳しいな。厳しいぞ。え、待て待て、私だいぶ突っ込んだ。でも回復があるんで、よし、 OK。 ちょっと行くかなんかない。やばい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 。どうしようもない。ちょっと待って、あー危ない。あー、ちょっといけないんだ。いや、これ火炎瓶がいいな。ちょっと火炎瓶を多めに取って対策していこう。 OKOKOK。まだここら辺でやられたっていうのがちょっと嫌だ。あ、でも火炎瓶あると結構楽かも。うん、毒が効かないっていうのは、効かないっていうか消せるっていうのはすごくいいと思う。 OK。 あとガーディアとかを少し上げていきたい。まだ取らない。まだ取らないよ。 OK。 いや、ちょっとはいいかも。攻撃力、これやばい。ちょっと HP が減っちゃったけども大丈夫ね。経験値、後々ね、経験値が。 OK。
オッケーオッケーオッケー、いい感じいい感じいい感じよ。打った方が良かったか。雷よし、いるかな。ブーツどこだろう。やばい、ガーディアンやっぱ全然レベルアップできてない。あれがないと最近の運命がめちゃくちゃ近かったんだよな。攻撃力上げて、あーもうボスだ。もうちょっとレベル上げたい。次回か。オッケー、まあ、逃げ回りながらやっていけばこの時間を切るはず。よし、ナイス。で最後あと2分間ぐらいか、いきましょう。どうだ。ああガーディアン2段階。よっこまで。きつい、ここからがきついぞ。まあまあいいね。やばい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 。よし、デスルーレットに変わった。これつらいぞ。ちょっと待って、いや、つらい、結構つらい。一回一回やられて復活してるんで、やられるわけにはいかないか。結局上げて急速を止まったね。なんとか頑張れ。これでこれでロックが上げたらいいか。ロックが上げた方がかな。頑張れ頑張れ頑張れ。いけそういけそう、やっかいこれいけそう。あーまあとりあえずこれはあげるか。かなりいい感じだと思うけどね。そう、あやっぱりここの鍵となるスキルはハエンジンかもしれない。めちゃくちゃ楽、火炎瓶があると。そして花折ると行け、よし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 、いけてるいけてる。あと30秒持ち答えろ。とにかく上に続ければ勝ったりはまあまあそんなに勝てなきゃなったので、大丈夫でしょう。俺のゾーンじゃない、じゃない。オッケー。あっちと何取るかだよな。何取ろうか。あーやばいやばいやばい、だいぶだいぶか。だいぶ来てる。防御力上げたらいいか。おい。あれあれ。どうだ。いけそう、これいけそうだぞ。特に何もない。もう移動スピードだ。まあ移動スピード上げて逃げやすくしよう。じゃあ間違いなさそう。あ、これいけるぞいけるぞ。そう、なんか全然倒せる。よし、オッケー。あ、いけない、いけた。よし、クリアです。おお、あのね、あれだね、火炎瓶取ればめちゃくちゃ楽かもしんない。はい、ということで戻ってきました。今日はフェスティバルチャレンジ1いけましたね。火炎瓶がものすごく活躍しました。あれがあるないでは
だいぶ難易度が変わると思います。ではまたね、2345やっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。